勇者五助組合交流型掲示板は、桶村による小説作品。インターネット上の小説家になろうにて2011年7月13日より連載開始され、2012年8月25日にアルファポリスより単行本化された。シリーズ累計発行部数は2016年5月時点で15万部を記録している。 参考本化に際して収録される範囲の投稿文をダイジェスト版に変更し、その後小説家になろうの規約変更に、伴いダイジェスト版となっていた話を削除したため、用語解説を除く2013年10月30日、以前の投稿文は、サイト上に存在しない。一般の小説作品とは異なり、いわゆるインターネットの電子掲示板を模した形式で、執筆されている。 2013年11月2日の更新以来、長期にわたり連載休止状態が続いていたが、2018年8月10日から、およそ5年ぶりに連載が再開されている。秋山ねねひさによる漫画版が、アルファポリスの公式ウェブサイトにて2013年11月11日から2016年3月18日まで連載された。コミックスは、全3巻が刊行されている。 多重世界において、かつて勇者としての攻めを終えた者たちが、後進の勇者たちへの協力や援助を目的として、設立した勇者互助組合。そこでは、数多の異なる世界に存在する勇者もしくは、元勇者の交流を深めるべく掲示板が、設置されていた。現役の勇者たちが立てる、現役勇者板。勇者としての活動を終えた者たちの集う、退役勇者板や、 双方がスレを立てられる、総合勇者版など、おのおのが、元いた世界や召喚された、異世界における、独特のルールや、自身が陥った珍妙な状況に対する、相談等々、世界を超えたダベリ合いが、今日も始まる。作中のスレッドでは、現役勇者は、勇者している〇〇さんと表記され、の部分は、意図的に書き換えない限りは、勇者と表記される。 退役勇者の場合は、いたりいたでは、勇者しちゃったさん、なあいたでは、勇者を見守るさんと表記される。総合版では、現役、退役問わず、勇者すなわちさんで表記される。各単行本には書き下ろし会が含まれている。河川による、表紙、挿絵に描かれている人物が、作中の誰に該当するかは、作者の意向により意図的に明言されていない。著者による後書きが、 各館に書き下ろされている。登場人物のデザインは基本的に書籍小説における河川のものに順じ、漫画としての体裁ゆえに、作中で誰がどの外見に相当するかが明確にされている。原作を順繰りに漫画化する形ではなく、いくつかのエピソードを抜き出した形の連載となっている。ありがとうございます。